プログレッシブメタル、プログレッシブメタル、英語、プログレッシブメタルは、ロックミュージックのジャンルの一つ。略称プログレメタル、あるいはプログメタル。あまり明確な定義はないが、プログレッシブロックとヘビメタルの要素を取り入れた、サウンドで、1990年代以降は一つの、ジャンルとして確立された。そのサウンドの概要は、プログレッシブロックの持つ、 技巧的あるいは幻想的な音楽性とヘビメタルの持つハードで大胆な音楽性が合わさったもの。どちらかというとヘビメタルの要素がベースになっているが、長大な楽曲、変拍子、転調、シンセサイザーの多様、コンセプト性を持ったアルバム構成など、プログレッシブロックの特徴もそれなりに収められている。ピンクフロイド、キングクリムゾン、ジェネシス。 イエスなどのプログレッシブロック勢と、アイアンメイデン、ジューダス・プリースト、メタリカなどのハードロック、ヘビーメタル勢の双方から影響を受けてきたミュージシャンたちが、1980年代後半になって、本格的な音楽活動を始めたところに起因する。代表的なバンドとしては、フェイツ・ウォーニング、クリムゾングローリー、ドリーム・シアター、クイーンズ・ライク、 ペインオブサルベーションなどがあり、マーケットにおいては、ドリームシアターラの躍進した90年代に、プログレッシブメタルと呼ばれるタームが定着した。プログレッシブメタルがジャンルとして確立される前から、活動しているラッシュも、プログレッシブメタルであると考える人もいる。また、一部のネオクラシカルメタルや、デスメタル、ブラックメタルなどには、メンバーが、超絶技巧の持ち主であり、 曲調もプログレッシブであるようなバンドが存在し、例えばシンフォニー X やオペス、そのようなバンドはプログレッシブメタルであると解釈されることもある。日本においては70から80年代前半という、早い時期からシラザード、マンドレーク、人間イス、筋肉少女隊といった HR、HM とプログレッシブロック奏法の要素を取り入れ、独自の音楽性を開けしたバンドが参見され、 プログレハードと呼ばれた。またノベラの元メンバーや彼らのフォロワーが結成したハードロック色の強いグループが一時期アンダーグラウンドなプロレシーンで次々と登場し、これらはノベラ系ジャパグレと呼ばれた。他にはクラシックの要素を大きく取り入れた X ジャパンがプログレッシブメタルであると解釈されることもある。プログレッシブロックとヘビメタルを組み合わせるスタイルの 登場は1960年代後半から1970年代初頭まで遡ることができる。イギリス出身の最もヘビなプログレバンドの一つは、クリーム、ブルジアジェフベックグループといったメタルの元となったバンドの要素を自分たちのサウンドへと組み込んだ。キングクリムゾンやラッシュラもメタルの要素を取り入れている。他に、 そのような試みを行っていたバンドとしては、ユーライア・ヒープがいる。バスティル・デー、アンセム、バイ、トー・アンド・ザ・スノードック、2112、ザ・ファウンテン・オブ・ランネス、サムシング・フォー・ナッシングなどのラッシュの楽曲は、プログレッシブ・メタルの最初機能として見ることができる。ルシファーズ・フレンドや、ナイトさんも早くから、このような音楽性を試行していたバンドの一つである。だが、 1980年代中頃まで、プログレッシブメタルが一つのジャンルとして結実することはなかった。サイコティック・ワルツ、フェイツ・ウォーニング、クイーンズ・ライク、クリムゾング・ローリー、ドリーム・シアターといったバンドは、プログレッシブロックの要素、特に演奏面や曲構成の点を取り入れており、ジューダス、プリーストやブラック・サバス、この二つのバンドは、初期のアルバムでプログレッシブなアプローチをとっていた。 バンドでもあるから影響を受けたメタルのスタイルと合わさせた音楽性を完成させた。その結果、プログレッシブメタルというジャンルはここに産声を上げた。この5つのバンドこそがこのジャンルを作り出し、確立させた思想であると言えよう。フェイツ・ウォーニング、クイーンズ・ライク、クリムゾン・グローリー、ドリーム・シアターの4つのバンドはこのジャンルを共に、 作り上げたとはいえ、サウンドはそれぞれ異なっている。クイーンズ・ライクはこの中でも最もメロディーに重きを置いたスタイルをとっている。彼らの発表したアルバム、オペレーション・マインド・クライムはこのジャンルの中で最も商業的に成功した作品となり、シングル、サイレント・ルシディティはビルボードチャートで9位を獲得した。フェイツ・オーニングはこの中で最もアグレッシブでヘビだ。 背景にはこの時代のスラッシュメタルと多くの共通項を持っていることもあるが、彼らがそもそもジューダス、プリーストやアイアンメイデンの系譜に連なるヘビメタルバンドとして主導したこともあると考えられる。アルバムは従来のノイズブーム的なサウンドの枠を抜け出し、ドリームシアターが後に広めることとなるプログレッシブメタルの基礎となるサウンドを作り上げた。ドリームシアターは 伝統的なプログレッシブロックから強い影響を受けており、メンバーの技術力で多くの聴衆を魅了した。クリムゾングローリーは日本の美しいリードギターがハーモニーを奏でる点が特徴である。彼らの作品、トランセンデンスはこのジャンル内でも出色の出来であり、プログレッシブメタルの傑作の一つとして数えられることも多く、トリオスフィア、ラプソディ・オブ・ファイアラに影響を与えたことで、 有名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。